スローのひろえと田中です。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回秋冬シーズンの新作の財布になります。ちょっとこの端っこの方に置いてあるんですけど、クリスマスのギフトシーズンになってきました、はい、例年ギフトラッピングもちろん、通常版も受け止まっているんですけども、はい、クリスマスになると限定の、まあ、リボンだったりとコンテンツがね何かしらあるというところで、はい、情報の方はまた後々解禁されるかなと思うんですけども、はい、今年もラッピングで限定リボンがオプションで選べるというところを今回ご用意してます、はい、この辺も後々ご紹介したいなと思います、はい、今回スローでは初めて出す素材でして、イタリアの革になるんですけど、はい、バタラシカルロ社っていうところで、はい、舐めされたプエブロっていう名前の牛革になります。植物性のタンニンのみで舐めすバケッタ製法と呼ばれるイタリア伝統のナチュラルな仕上げ方が特徴になってます。これちょっと変わってまして、純度の高い牛脚油、はい、つまり牛の足の部分の油を加えながら、はい、ゆっくりと時間をかけて舐めされてるんですね。でその牛脚油っていうのが保湿性にも優れてるんです。柔軟性も兼ね備えてるということで、扱いやすい革を生み出すには最適って言われてるんですよね。でさらに水濡れにも強い素材になっておりまして、特に経年変化をしていく中でこの表面がだんだん滑らかになってきた、あとはより一層水が染み込みにくい状態となります。表面にちょっとこうザラザラとした模様みたいなのが、うん、はい、見て取れるかなと思うんですけども、これ表面を手作業で優しく擦り込んでるんですよね。最終仕上げは真鍮製の硬いブラシを使って表面をねより毛羽立たして細やかな丸型の紋章をつけてるんです。ザラザラして和紙みたいな感触なんですよ。エイジングがすごく楽しめる素材になってまして ね表面をあえてこう擦り込んでることでエイジングしていくスピードがすごく速いですし、楽しんでいただける素材になってますね。ちょうど今ねスタッフが使ってる実際のものがありまして、まだほんの数ヶ月使ってるだけなんですけど、こんな感じですごいですね。めちゃくちゃ艶も出てますし、3ヶ月ぐらいですかね、これがあれですかね、グレーですかね。これがグレーカラー、こっちが元々の新品状態、ちょっとグリーンにも見えるんですけども、うん、カラーリング的にはグレーカラーとなっています、はい、いい色ですねこれも ね、 そうですね。かなり表面が滑らかになって和紙みたいにって先ほど申し上げたんですけど、そのザラザラ感がだんだんと艶やかに変化してきて色も深く艶っぽくなります。オイルがしっかり入ったオイルレザーになってるので、うん、手入れとかも基本的にはなしでもこれぐらいしっかりと馴染んでくるかなというところもポイントになりますか、ね。でこれ使ってる部位なんですけど、牛革のショルダーって言われる部分で、はい、この肩周りから背中のこの上の部分にかけての部位だけを使ってるんですね。肩周りっていうのは太い繊維と細い繊維が常に混在してて、よく動かす部分なのでしなやかで柔軟性があるんですよね。でさらにその厚みに関してもしっかり確保できる部位なんで、大変丈夫なレザーっていうのが特徴になってます。この横筋がねトラと言いました、背骨に対して垂直にこう入ってくるシワなんですよね。これナチュラルな本当に牛さんのシワでトラって呼ばれるんですけど、こういうものが自然と入ってきます。もう本当に個体差があるんで、入るものもあれば入らないものもあるんですけど、これを好んでねわざわざ選ばれる方もいるぐらい、ショルダーの部分では特徴的な面白いところだと思います、うん、個体差もあるっていうところも、はい、お財布選ぶ醍醐味ではあるので、個体を一個ずつ見ながら品定めしてもらうと面白いなと思います、うん、はい、そうですね。今回4つ形があるんですよね。こちらが長財布タイプなんです、はい、こういう蛇腹式のお財布なんですね、はい、ホルダーみたいなのが別売りとかじゃなくて、うん、付属品としてついてます。便利ですね、これも、はい、前2枚後ろ2枚の合計4枚なので、カードをそうまとめたい方はこれいいのかなと。それ以外にもこういうフリーポケットがたくさんあるので、札がだいたい2箇所入れたとしても、うん、カードだけでいうと全然20枚以上入れていただけそうな、うん、かなり容量がたっぷり、マチもしっかりあります。次がショートタイプになります。で同じようなかぶせのフラップがついてました。これも同じく蛇腹式ですね。中をこう見ていただくとこういう感じです。先ほどと同じように合計4枚入るカードケースっていうのが付属でつきます。これお札が2つそのままでは入らなくて、はい、2つに折っていただければちょうど収まるサイズになります。相当枚数は入るかなと思います。そうですね。
次の3つ目がこちらになります。ミニのタイプになりまして、ちょうど手のひらサイズぐらいの大きさなんですよね。かなりコンパクトです。こういう蛇腹の構造っていうのはちっちゃいながらも同じような蛇腹の作りだったんです。お札に関しては三つ折りしただければ収まるかなというサイズ感ですね、はいはい、私はこれのイングラサットのバージョンを使ってましたけども、2つでも入るのは入るんですけど、多少ちょっと折れてしまうので、うん、ちょっと見え方気になる方は三つ折りを推奨しているんですけども、うん、これも相当カードも入るし、こっちもいっぱい入るし、うん、なんせ本当にちっちゃいので、うん、サブ財布とかそういう感じで重宝する形で、そう人気の形ですよね。新たにリニューアルして登場というところで喜ばれる方も多いんじゃないでしょうか、はい、これもまた人気が出るかなと思います ね。最後がですね、はい、これがいわゆるカードケース、こういう作りです。3部屋あります。クレジットカードだったりとか名刺が綺麗にジャストで入るタイプになります。お買い求めやすいお値段ですし、ギフトにはすごく選ばれるようなアイテムなんですね、うん、気軽に手を取ってもらいやすいかなと思いますかね、はいはい。今回ね、改めてなんですけどね、実は6色ありまして、6色、はい、結構あるんですよ。プロブラックになりますね。ブラックですね、はいはい、使っていただくとどん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 真っ黒に、漆黒の黒に近づいていくっていうような感じです、はい、でこちらがちょっとカーキっぽく見えるんですけど、グレー表記になってます。新しいこういう色も使ってみたいなって方は すごく印象のいい色です、ね、で先ほどご紹介しましたけど、このぐらいまでは濃く色目が変化していきます。だいぶ濃くなっていくんで、経年変化見ちゃうと結構欲しくなる方も多いんじゃないかなと、こちらがキャメルですね、はい、いかにもこうイタリアンレザーらしいですよね。すごく素朴な感じの色目といいますか、ナチュラルなんですけど、こうトーンがしっかりしているので、うん、お財布としての品格もすごいあるというか、うん、使い込んでいったこの感じもめちゃくちゃかっこいい、うん、これは色の変化がすごく分かりやすいから楽しんでいただけます、ね、次がチョコ、これもいいですね、うん、濃淡がまたいいですね。これ多分オイルの走りとか、ね、多分その表面の研磨の感じとかもちろん個体差だと思うんですけど、うん、霜降ってるみたいな、この濃淡がもうめちゃくちゃ渋い、綺麗ですよね。この秋冬っぽい感じも、ね、重みがあるんで、冬とかちょっと肌寒くなってくると、うん、この辺も雰囲気的には合ってくるかな、はい、次がこのレッド、うちでもあんまり赤っていう色目は展開をしてなくて、イタリアンレザーらしくすごく鮮やかな赤で、いいですね。ボルドーカラーとか言いますけど、艶やかに経年変化していきますので、楽しんでいただけると思います。そして最後がネイビーですね、はい、ネイビーがこちらですね。虎の感じとこの表面研磨の雰囲気も相まって、うん、すごく色の階調が深くてかっこいいなと思います。これはね、結構ほんと渋い色目でかっこいいですよね。どん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 ね、濃くなっていくんで、あのネイビーの深い色目になってきます。なりますよね。かっこいいと思いますね。ぜひ育ててみたいと思う方が多いかなと思います、うん、最後にお手入れなんですけども、うんはい、まあなんかちょっと普通の顔と違って難しそうだなみたいな感じで思う方も多いかなと思うんですけど、はいはい、なんかありますか？はい、これうちで販売してるメンテナンスのキットになるんですけど、はい、木箱に蓋もついてます。これ前の YouTube にお手入れとかの動画でご紹介させていただいたと思うんですけど、はい、これもギフトですごい人気がある、はい、この中にこのブラシが入ってるんですけど、はい、でこれを使っていただいて表面をね、優しくあのブラッシングしていただいて、毛穴に詰まったチリホコリっていうのがどうしても溜まっちゃうんで、それを日頃気がついた時で全然結構なので、軽くブラッシングしてお手入れしていただければ、それで十分だと思うんですよ。あ、そうですか。こういうオイルがここに入ってるんですけど、使っていく中でちょっと皮が乾燥してきたなとかいう変化があった時に、ほんの少しちょっとつけていただいて全然大丈夫なので、あんまりつけすぎるとちょっとベタベタしちゃうので、はい、乾燥したなとか、そんな時にとかでいいのかなと思います。やっぱお手入れしたいって気持ちはもちろんあるんですけども、うん、変わって呼吸してるんで、うん、さっきひろえさんに言われたようにチリとかホコリが、うん、まあ、結局は曇る原因だったりはすると思うので、しっかりこの曲げのブラシとかで軽めにメンテナンスしてあげるのが一番綺麗に仕上がってくるかなっていうところでポイントですね。プレゼントの時期なんかはこれご一緒にお買い上げいただく方が、はい、すごく多くておすすめしてます。スローの製品に合ったオイルとブラシとウエスがセットになってますので、うんはい、一度ご検討していただければと思います、はい。
が、はい、冒頭にもお伝えしましたが、ラッピングの方ですね、今出てるのが全てではなくて、はい、あとね1色あるのか、これリボンがですね、通常時期であれば白いリボン1種類だけ投影させてもらってて、はい、このクリスマスの時期になるとゴールド、それから茶系グリーン、この3色の中から好きなものをお選びいただいてっていうところでやらせていただいてます。こちらがクリスマス限定のカラー、また後ほどお知らせになるかなと思うんですけども、今のところ12月1日からスタートしますよみたいな、もしかしたらちょっと前後する可能性はあると思うんですけど、もし気になる方は店頭のスタッフの方にお伺いしていただければと思います。これね、嬉しいですよね、このクリスマス専用のラッピングで、ちょっとこう例えばカップルとかご夫婦で色違いのネイビーとか、ご自分にプレゼントされる方とかもちろんいらっしゃると思うんでね、こういうラッピング特別にご用意してますので、特別なラッピングで普段言えない気持ちをお伝えするって素敵じゃないですか、はい、いいこと言うんですねもうなんか毎度毎度なんかのプレゼントを選んでる時もプレゼントですよ、ね、あ、なるほどね、そういうことをあの言いがちなんで、はい、あげるまで楽しんでいただけるっていう、ちょっとね、なので11月に今この動画上げてますけども、12月になってくるとやっぱ皆さん、考えること一緒で、バッと皆さん探しに来られて、ご希望のカラーとかが店頭から一時なくなったりとかもやっぱりあるあるでね、そうなんですよ。だからちょっと早めにこういうお伝えしてるってところも、ちょっと悩む時間も長い方がもしかしたらいい選択肢ができるかなっていうところも含めて、早め早めにお時間あるとき足を測っていただけると、たくさんの選択肢からお選びいただけるかなとは思います。はい、スローチャンネル今日もご覧いただきましてどうもありがとうございました。この動画が良かったなと思われた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。